ロマーン・オシポビチ・ヤーコブソンは、ロシア人の言語学者。ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学など、多数の大学で名誉教授を務めた。言語学、死学及び芸術などの分野における構造分析の開拓、発展に、多大なる寄与を成した。研究の対象領域は、音声学、音韻論をはじめとする、一般言語学の処分や、スラブ言語学、 スラブ文化史、スラブ文学史、スラブ民族学、史学、比較院立学、比較院往神話学、児童言語学、言語病理学、言語心理学、情報理論、記号論などと広大である。モスクワの裕福な家庭に生まれた。ごく幼い頃から、ことわざの分析をはじめとして、言語に対する関心を育んだ。学生の頃、彼は、 モスクワ言語学サークルで頭角を表し、モスクワのアバンギャルド芸術及び、詩の活発な世界に参加した。当時の言語学の主流は、青年文法学派で、言語に関する唯一の科学的な研究は、通じ的に言語の歴史及び変遷を研究することで、あると主張されていた。一方、ヤーコブソンは、フェルギナンド・ソシュールの業績に接触しており、言語の構造と、 その基本的機能に焦点を当てた手法の開拓に力を注いだ。1920年はロシアの大政変の一年であった。ヤーコブソンは自身の博士号のための研究を継続するためにプラハ移動した。そこで言語学士ではプラハ学派と呼ばれる学派の創立者の一人、ニコライトルベツコイと一緒だった。そこでの音声学、 ンロ論における彼の多数の業績は、言語の構造と機能に対する彼の関心を発展させ続けるのを助けた。1939年、ヤーコブソンは第二次世界大戦の開戦に際し、スカンディナビアに向けてプラハを去った。選挙が西方へ展開されるとともに、1941年、ナチスの弾圧を逃れて彼はニューヨークへ渡った。そこには、 知識人移民の大きなコミュニティ、高等研究自由学院があった。そこには、フランスの大学から逃れてきた人々もいた。彼は、文化人類学者のクロード・レヴィストロースと出会い、互いに教え合うこともあった。そのような交流は、後に、構造主義が思想界に、新たな潮流を生む契機にもなった。高等研究自由学院で、ヤーコブソンが出会った。 アメリカの言語学者や人類学者はフランツ・ボアズ、ベンジャミン・ウォーフ、レナード・ブルーム・フィールドなどである。1949年にヤーコブソンはハーバード大学に移った。1960年代の初めにヤーコブソンはより包括的な言語への視点を強調するようになり、コミュニケーション科学についても関心を向け始めた。その他多数、ヤーコブソン言語学のつの 主なアイデアは、今日における、主要分野にてその役割を果たしている。それは、言語類型論、意味論における二項対立に関連する諸概念、及び、言語の普遍性である。三つのアイデアは互いにしっかりと絡み合っている。類型論は、様々な言語を、文法の類似する特徴から、言語の分類を行う。二項対立などの考え方は、 義務的カテゴリーとしての文法的意味について、有表性、無表性などの概念を用いた分析につながる。また、言語の普遍性は、世界の言語に見られる共通性に関する研究である。生成文法の考え方にも影響を与えている。モリス・ハレや、軍南ファントとともに、弁別蘇生の理論にも重大な貢献を果たしている。ありがとうございます。